本日の超教育オンライン進歩次世代の AI リーダーを目指して高専生成 AI 人材育成プロジェクトについて富山高等専門学校の石田教授にお越しいただきました石田先生今日はよろしくお願いしますあよろしくお願いします石田ですえっ、ー、と改め、はいはい、資料を調べいたしますはい、はい、早速よろしくお願いいたします改めまして富山高専の石田と申しますよろしくお願いしますでえっ、ー、とちょっとこの 富山高専なんですけど、下に肩書きがちょっといろいろあってこ、えーと、国立高専の MCC プラス拠点校、AI 推理データサイエンス分野っていうところの,あの仕事もしております。で、今日のお話は、実は富山高専というよりは、こちらの国立高専の,あのいわゆる AI の、えー、と教育を進めるプロジェクトの話が中心になります。で えと4月の末ですかね、155回のオンライン進歩で、あの科学高生の三崎先生がお話しいただいた、あのえー、と科学高生のこう社会実装みたいなところのあの尖った教育っていうのもあの素晴らしい事例あるんですけど、今日の話は、あの高成全体として AI の教育、まあ、特にあの生成 AI の部分のところをどう進めていくかっていうところをお話ししたいと思います。で特にあの えと構成の仕組みとしてどうなってるかっていうところが、まあ、あの全国の構成に進めていくって重要なのでちょっと構成の仕組みとかそういったところもあのお話ししたいと思います。で、えー、と3月の,あの下旬あたりに、えー、とこのようなこう、えー、と構成国立構成であのプレスリリースしました、えー、と今日の,あの講演のタイトルにもなっているあの次世代 AI リーダー育成っていうふうなことで、まああの 今年度1000人の生成 AI 人材を育成するあ、教育するっていうふうなところになっています。で、細かく言うと、えっと、生成 AI、いろいろサービス出ていますで、えっと学生ももちろん使ってますし、教職員も、まあ、一部使ってる部分はあります。あのその生成 AI のサービスを使うところはもちろんそうなんですけど、あの実際サービスをこう開発、実装できるような人材を えっと教育したいっていうふうなところで、えっ、ー、とこのプロジェクト、あの立ち上げています。で、これ、えっ、ー、と、A. I. って言うと、まあ、構成の中でも一部そうなんですけど。やっぱりちょっと情報系っていうふうなところに、えっ、ー、と、偏ってるかなっていうところは。お話よくあるんですけども、あの。いろいろな各分野での、えっ、ー、と、生成 a I.、まあ、A. I. の活用っていうのがすごく重要になって。 おりますのであの情報系のみならず、えー、といろいろな専門分野であの生成 AI の人材を育成したいというのが、えー、とこのプロジェクトの出になります。<laughs> であの、どんなことをやっていくかという具体的な取り組みについて、えー、とちょっとお話したいと思います。最初にお話したいと思います。で、えー、とよくある、まあえー、とこれ生成 AI に関わる部分で、えー、とよくある、まあえー、とプロンプト。 打って、えー、と画像を生成しましょうとかっていうまあこういう入り口の部分ですねあの中には学生でまだこうプロンプト打ったこと入れたことないとかっていうふうな学生もいるので、ね、こういう入り口の側からあともうちょっと進んで、えー、と多分企業活用とかで今あの盛んニュース出てるようなこういうラグとかっていう技術を使って、えー、とその会社とか行政専門のあのチャットボットを作るみたいなこういう実習ができるような。 ところもあの進めていますここ自,自体はまだ、えー、とあの実際授業とかでやってるわけではないですね。で、えー、と一方、えーと、これ、左半分は、まあ、あの既存のサービスの中での話なんですけども、実際、えー、と大規模言語モデル、LLM の, L L の、えー、とソフトを自分のところで、えー、とモデルをダウンロードしてきて、えー、とそこで実際、 動かすっていうふうな演習も、えっ、ー、と、実際やったりしています。あの、小規模の、えー、LMM になるんですけども、実際自分のところで、えっ、ー、と、今、モデルのデータベース、えっ、ー、と、公開されているので、そこからモデルダウンロードしてきて、自分で、えっ、ー、と、まあ、チャットボットを作るみたいな、動かすみたいな演習をしています。で、えっ、ー、と、右下なんですけども、これ、あの、 まあ、あの対話型 AI じゃないですけど、あの画像生成の AI、えっと、拡散モデル、デュフュージョンモデルの、えっと、こうノイズを入れて、えっと、画像を生成されるというところの,、まああの中間のところも領域もこう、えっと、出力するようなこうプログラムで、えっと、その動きをこう理解するようなこう授業展開をしております。で、でえっと、こういうなんか各構成の事例が いろいろあるんですけども、この教育事例とか、えっと、教材を、まあえっと、高専全体に横展開して人材育成しようっていうのが、えっと、このプロジェクトの話になります。でそれでは、あの高専とかあの高専の教育の仕組み、あのこういうのを、えっと、どうして、えっと、国立高専全体で進められるかっていうところの部分についてちょっとお話ししたいと思います。でえっと 高専ですけども、えー、とこれ国立高専、あと公立高専、私立高専全部、えー、と並べた、というか日本全国のところでマップしたものになります。えー、と国立高専で51高専あります。えー、と公立高専が3高専、私立高専は4高専。まあえー、と日本全国に、えー、と高専散らばって、日本全国にあります。<laughs> で学科構成なんですけども、 まあ、あのこれ国立構成の部分なんですけども、えー、といわゆる工学系の学科に、まあ、建築系とかあと商船とかあとまあ社会的ニーズに対応した分野、まあまあ、人文社会系みたいなところの、えー、と学科構成の、えー、持ってる学校もありますでおおよそがまあ工学系。 ですただ、えっと、そこは情報系に限らず、あの機械系とか、あのまあ、化学の、えー、と学科とかあります。ちなみに、えっと、僕が所属の,あの富山高専なんですけど、えーと、機械、電気、情報、化学、あと商船と,、えー、と社会系っていうのは、まあ、国際ビジネスっていう文系の学科も、えー、と含んだあの多様なあの学科高専になっています。で まあこういうふうな学科構成もバラバラで日本全国に散らばっているというところで、まあ、どうしてこう教育を横展開していけるのかというところになります。で、えー、とじゃあ、高専でえっとど,どのぐらいの規模のえっと人材育成できるのかというところのお話をしたいと思います。実、え、は、ー、ああ高専、えー、と中学卒業生が、まあ、15歳で入学して、 えと5年間経って、まあ、あの社会に出るか、あとまたは、えー、と大学に編入するか、あと,、まあえー、と専攻家、えー、5年の上に2年、えー、と特別な、まあえー、とより、えー、と高度な先端的なことを学んだり研究できる専攻科っていうのがあります。そこからまたあの大学に行ったり、社会に出たりするっていうのが、まあ、構成のキャリアパスになります。およそですけども 一つの高専200人前後、まあ、あの学科が、えー、と3学科とか4学科とか5学科あるので、ちょっとバラバラなんですけど、平均すると200人ぐらいが毎年、えー、と卒業して、大体お,およそ1万人の人材を排、えー、出している、えー、とことになります。で、この1万人っていう規模がものすごく大きいんですけども、各校で見るとやっぱり200とかそのぐらいの規模。 規模ですえっと繰り返しになりますけどあの全国に散らばってて学科構成もバラバラ一1学科40人なのでえっとバラバラ40人約40人なのでえっとバラバラのところでどうしてこう教育を全体的に進めていけるのかっていうところが結構キーになってきます。で、えっと、その仕組みの あの一つが、えっと、国立高専のカリキュラム、授業カリキュラムですけど、えっと、モデルコアカリキュラム、MCC っていうものに基づいて編成されています。でこの MCC ですけど、えっと、コアっていう部分、えっとモデルというふうな部分で、えっと、構成されています。でコアは、えっと、知識、能力の部分で、えっと、一般科目とか、あと各専門科目で、 身につけるべき最低限の学習内容とか能力基準を定めたものになります。で、モデルが、えっと、人間力表してて、まあ、例えばリーダーシップとか、あとコミュニケーション力、あと、えっと、エンジニアデザイン能力とかの基準を定めたものになります。で、これが全校選で共通の部分になります。なので、えっと、 こういう、えっと、最低限の基準とかを定めたものがあるので、これは全国で、高専で共通なのであの、学んでるべきことが、えっと、でこぼこしてない、最低限のところは、ラインは揃ってるっていうようなところがあるので、交戦間の連携とか、えっと、横展開の容易さがここにあります。で、えっと、そのコア、 の部分とか、モデルコアはどんなふうなものかっていうと、上がえと数学の部分、下がえーとデータサイエンス AI とかの部分で、これが全校生共通で学ぶべきことです。ああ最低限学ぶべきことなど、これだけ学んでるわけではないんですけど、少なくともここの部分、9数とか変微分、重積分みたいなものは、項目は学んでると。あとデータサイエンス AI についても、 まああのえー、と概要とか、あと社会との変革みたいな部分、あとモラルの部分、あとまあ基本的なデータを扱う部分とか、あのそういったことを、えー、と学ぶべき項目として挙げています。これは全国の高専で共通で学ぶべきことというふうに挙げていますで。モデルの部分もエンジニアデザイン能力とかで、えー、と例えばあの社会に出たときに働く上で、まあ、大事な部分、えーと まあえー、と要件定義の部分とか、えーと、その部分、あと具体的なあのプロ、えー、と問題解決のプロセスをどうするか、あと、リーダーシップとかチームで働く上でのこう重要なところ、あのチーム、グループワークみたいなことをするときにこうどう意見調整するとかあの、そういったところの部分もあの最低限学ぶべき項目として挙げられています。<laughs> でただあの、このモデルコアのコアとモデルだけで、えー、と各校線の全体的な教育がなされているわけではなくて、えー、と各校のこう地域性、まあえー、と全国に散らばっているので、えー、とどうあのその地域性地域特有の課題もありますし、まあ、そういったところの特色を合わせた科目とかあと教育としてどういうふうに尖ったものを出すかというところの部分も、えー、と合わせてあります。 で、その部分の一つが、えっと、MCC プラスっていう、あの、MCC にちょっと上のところの部分になります。ここが、えっと、今、例えば整備しているのが社会ニーズに対応して、えっと、教育の高度化が望まれる分野に関する到達目標っていうふうなことで、えっと、この右側の部分が MCC プラスになります。えっと、AI 数理データとかサイバーセキュリティとかロボットとか、今、あの、 えと九州とか北海道を中心に、あの盛んにあの人材育成とか、あのニュースになっても半導体の部分とか、あのそういった部分が m c、まあえー、と社会のニーズに合わせて、えー、と教育すべきところを定めた部分になります。で、こういったことも一部取り入れつつ、こういう、えー、と各校の特色を出していくっていうふうなことになります。 でえー、とこれ、ちょっと富山高専のえっと部分です。富山高専は、実はあの学校の特色として AI とか数理データの教育を進めていこうというふうなところになります。で、最初にちょっと言いましたけど、学科構成としてビジネスの学科も入っていますので、全学科のえっと卒業認定に必要な能力として AI、データサイエンスに関するえっと情報科学の素養とかビジネス視点を身につけて、 まあ、新たな価値創造に挑戦できるっていうのを、えー、と卒業認定に必要な能力として挙げています。なので、全学生が、まあ、AI 数理データを学んでいくっていうところがあります。ここはあのビジネス学科とか商船、船の,あの船員養成のところも含めて、えー、とデータサイエンスが AI を学んでいく。で、富山高専だとその上に、えー、ともっとと尖った部分で1点、えー AI のトップ人材育成プログラムっていうのを、えー、と構築しようとしています。で、これはあの全学生が、まあえー、と受講できるんですけども、あの先端的な AI の科目とか、あと、まあ、いわゆる研究とかで AI 関連の研究をしている学生とかを専攻科の2年で、えー、と所定のこう教育プログラムに、えー、と得ると、まあ、AI トップ人材として。 えと認定するっていう,ふうなところですでここから、まあ、あの大学院、ねまあ、ここ富大、えー、富山大学との連携の部分で書いてますけどあの大学院への、えー、と道とかあと、まあ、スタートアップとかあのそういった道に進むべくあのそういったあの、えー、と人材育成プログラムを、えー、作って、まあ、AI にこうフォーカスした特色のある、えーと 教育プログラム、学校の特徴として出していこうというふうにしています。で、じゃあ MCC プラスの、じゃあ、細かい到達目標ってどうなってるかっていうのをちょっとだけ見せると、えっ、ー、と、ここ、えっ、ー、と、AI の部分になります。AI 活用として、えっ、ー、と、例えば、あの、課題に応じて AI がこう、適用可否できるか、何でもかんでも AI を使うわけではなくて、AI を使うべきかどうかとか。 そういったところとか、あと,、まあえっと、いわゆるディープラーニングの細かい技術の部分とかになります。で、えっと、ここの部分で、えっと、例えばこん、まあ、生成 AI の部分が入ってきたりとかっていうのを、えっと、細かいスパンであの学習内容の見直していく,していくっていうのが、えっと、MCC プラスになって、それによってあのものすごく早く 社会が動いてますけど、その社会ニーズに対応した教育を実践できるように、えー、と細かく、えーとまあ、到達目標とかスキルとかを見直していくっていうふうな方向で動いています。でこういったことも含めて、まあえーと、繰り返しになりますけどもあの、全校選で共通のベースがあるので、えーと、何かしようと思っても、じゃあ前提条件が違う、全く違うかっていうと全、全 そういうことはないので、あの教材とかあの教育を展開するときにこうしやすい部分になっています。で、あともう一つ、あのえー、と高専の、えーとまあ、人材育成のところで評価されている部分で、あのものづくりの部分があります。で、えーと、高専、実践力とか想像力のある技術者を育成する。えーと 機関になっていまものづくりの部分は、えー、と先ほど述べました、あのえー、とモデルコアのコアの部分のこう専門性の積み上げとか、あと実験自習はやっぱりあの豊富にあるので、ね、そこで手を動かすことでものを作れるっていうところは、えー、と従来からなんですけども、最近ですけど、まあ、ことづくりとして、例えばアントレプレナーシップ教育とか、あと去年、えーと まあ、スタートアップの、えー、と教育環境整備とかなされましたけど、こういったまあことづくりの部分も、えー、と含めて、っ、えー、と人材育成として評価されています。で、あと,、まあえー、と学生が熱心に取り組む部分では、さまざまなコンテストになっています、えーとまあ。プロコンあ、プログラミングコンテストとかロボットコンテスト、あとディープラーニングコンテスト、あと,、えー、とガールズコンテストという、まあ、あの 女子中心にしたあの活動あの、課題解決のコンテストなどあります。で、この中でも、えー、と最近やっぱり生成 AI を使った、えー、と作品とかが多く見られるようになっています。で、これコンテストはやっぱりすごくあの学生の教育にとって重要で、えー、とこれあのコンテストベースのラーニングって、あの すすごく適当なな造語なんですけど何かっていうとあのコンテストっていうところに向けてこう一生懸命学生努力してでほ学生放っておくとやっぱり構成の中とか自分の関係するところだけに閉じこもるんですけどコンテストを通じてやっぱり外の世界とこういろいろ連携するとかそういったところ気づきがあるので、まあ、ものすごくあの学生の成長にとって重要な部分になっています。 あと、これ、コンテストベストラーニングの話とかではなくて、コンテストとか、あと、こういうものづくりとかしていく中で、何か重要なところが何かっていうと、ああすごく短い納期、締め切りスパンでシステム開発の経験を学生はしています。その中で細かい失敗とか、大きな失敗とか、いろいろして、軌道修正して。 で、さらにあの開発進めてっていう経験を学生はしています。で、この経験って、あの今のこう社会情勢がこう大きく変化、すごくものすごく早く変化していくときにはものすごく重要で、あの決まりきったこうゴールに向けて、ずっと目標が変わらずやっていくっていうよりは、あの細かく目標設定して、失敗繰り返しながらブラッシュアップして、こうシステム開発していくっていう経験を学生が経てるので、ものすごくあのこの社会変化の 大きい時代にあのマッチした人材育成をしているのではないかというふうに思っております。で、えっ、ー、と、すみません長で、AI 人材育成のところについてちょっと話します。で、えっ、ー、と、これあの、AI 戦略としてあの、内閣府が出した2019年に出してあの、年々ブラッシュアップ進んでいくできます。で、えっ、ー、とこれ、AI 戦略の、まあ、えー、と教育の部分でいうと、 すべ、まあえー、ての国民が、まあえー、と AI の部分を基礎を習得するというふうなところになっています。で、高等教育機関の部分で言いますと、えー、と例えば、えー、と大学、えーと、高生の卒業生全員が、えー、と AI とかデータサイエンスのリテラシー、ものすごく本当の基礎を全員が学ぶ、あと専門に活用できるような、えーと 応用できるような基礎を、えー、と半分の学生が学ぶっていうふうなことになっています。で、それを、えっと、後押しする、えっと、取り組みとして、数理、データサイエンス、AI 教育プログラム認定制度っていうものがあります。えー、とこれそれぞれのレベルに応じて、えー、と認定制度があります。で、この中で、えっと、モデルカリキュラム、あの先ほどあの構成の MCC モデルコアカリキュラムの話はしましたけど、それと別個のカリキュラムが、えっと、作られてまして、それに基づく教育プログラムを実施していると,、えっと、例えばリテラシーレベルとして認定します、応用基礎レベルとして認定しますというふう,なふうになります。で、これあの、教育の認定制度なんですけども、あの一般の方からすると、えっと、これ、文科省のページを見ていただけるとあれなんですけども、えっと、大学高専で、えっと、AI、 とかの教育を、えー、と実施している、まあ、認定制度っていうところの視点からですけどもあのその教育状況を可視化できるようなものになっています。この大学はやってますねとかそういったところになっています。でこういったところもあって、まあえー、と国全体として、えー、と AI ・ 3D データの教育を進めていこうという風な流れになっています。で の側で、それを受けてですか、2020年からですけども、ソサエティ5.0型未来技術人材育成事業というふうなものがスタートしました。上がギアというもので研究して、その成果をその中で教育に還元していくもの、下がコンパスというもので、教育内容を高度化していくプロジェクトになっています。 初めの部分は、えっと、サイバーセキュリティ、AI3、データサイエンス、IoT、ロボットっていうところがあって、えっと、昨年度から半導体とか、あと、えっとえっと、蓄電池とか、あと、まあ、今後、さ、ま、ら、あ、に、えっと、分野追加していくであろうと思っています。で、この中でやるのは、えっと、先ほど MCC プラスのところをお見せしたあの到達目標、スキルの部分とか、あと実際どう表現 材を作っていくかあと教育実践のところとかあのそういったところとあと全国構成の展開の部分が、えっと、ミッションとして与えられています。で、この中でこういう取り組みを得て、えっと、AI 数理データサイエンスを、えっと、全国の構成に広げていくっていうふうなプロジェクトになっています。で、これコンパス5 0教育の部分のところになっています。で、やるべきことが もうあの実際、教育パッケージとしてあのそのスキルの部分とかあと教材を作ったりとかあの教育実践事例をあの広めていくあと、えっと今日の話でも後半話しますけどもあの産業界とか団体との関係を構築していくっていうところがものすごく大事なミッションになっていますで AI 教育の流れなんですけども まあえー、AI 戦略の話でいうと、2019年にスタートして、えーと、リテラシーレベルとか応用基礎レベルの、まあえー、とモデル、カリキュラムが公開されて認定制度が開始されました。で、大きなトピックでいうと、やっぱり2022年がものすごく大きな、えー、と動きがあって、まあ、夏ぐらいにあのステーブルディフュージョンというのが、画像生成の,あのものが公開されて、一般の方にもこう画像生成を手軽に。 あのできるっていうところがありましたし、あの11月の終わりですね、ChatGPT があの公開されて、ものすごく爆発的に増えていく。で、大きな教育の流れとしては、もうここであの2021年に応用基礎とかあの、まああのえーと、モデルカリキュラム公開されてるんですけども、世の中の流れこう、早く動いてるんで、もう モデルカリキュラムの改定がえっ、ー、と昨年度末に入りました。これで生成 AI が追加されたっていうところになります。なのであの従来だとこういうモデルカリキュラムってこう一旦定まるとこうなかなか変わらない部分ですけども、やっぱり世の中の流れ的にえっ、ー、とすぐモデルカリキュラムの改定して生成 AI に対応しなきゃいけないっていう風な流れがあのこういう教育の分野でも進んでいっています。 で生成 AI の導入ですけども、まあ、今、えーと、ニュースでいっぱい流れていますあの。企業もそうだし、行政もそうだし、金融機関もそうです。で生成 AI を活用していきましょうっていう風な流れになってるんですけども、右側、えー、とちょっとこれ、古いデータですけど、やっぱり日本企業での、えー、と生成 AI サービスの、えー、と活用、導入のところは、えー、と今、伸びつつあるんですけども、やっぱりまだあの他のところ。 地域に比べると伸びな、伸びがあの実際、活用事例がちょっと低いかなというところになります。で、その中で、まあ、企業としても多分競争力と生産力、生産性の向上のためにあの自社のこうコア技術のところで AI 技術の導入が必ず必要になってくると思っています。で、その中では、まあ、生成な活用だけではなくて、えっと、サービス開発できる人材がとても重要になってくると思っています。 じゃあ、えっと、その人材教育をどうするのっていうところで、あのえっと、これ、6月にあの文科省から公開されたあの科学技術イノベーション白書ですけれども、まあ、そこの中の AI 関連のところの人材育成で、まあ、あの高専の,あのプロジェクトも、えっと、紹介されています、あの富山高専の,あの事例とか、あとこのあとちょっと話します、副業先生というと特徴的な取り組み、あと、 えーと4月にあの講演いただいた三崎先生、香川高専の取り組みなども紹介されています。なので、まあ、AI の人材育成の部分においてもこう、高生はすごく期待されてる部分が現れてるのかなと思っています。じゃあ、えー、とすみません、なかなかで、えー、と。じゃあ、実際、えーと、人材育成の部分、えーと、生成 AI の人材育成の部分、何をやってるか、何をやろうとしてるかについてちょっとお話しします。 で、えっと、次世代 AI リーダーの育成として、えっと、最初にもお話ししたとおり、あの、各専門分野で、えっと、生成 AI サービスを展開できる人材、えっと、排出して、あの、高度情報社会の推進を支えるっていうところになります。で、この中で今取り組んでるのが、えっと、カリキュラム。まあ、要は授業設計の部分。 と、あと教材を作って、教材を展開するって部分と、あと、えっと、サービス開発する実習環境の整備の部分をやっています。これらを通して、まあ、えっと、令和6年、今年度に1000人の、まあ、人材を教育しようというふうに考えています。で、ただちょっと課題はありまして、一つが、えっと、カリキュラムマネージメント。まあ、えっと、これ、生成 AI に限らず、えっと、サイバーセキュリティとか情報系全般の 技術進展ものすごく早いので、高線としてもまあ対応していかなきゃいけない部分があります。で、正直、情報系の科目だけとかっていう対応するのは困難で、さまざまなあの専門科目の中で広く授業をしていかなければいけないんじゃないかなっていうふうに考えています。そういった意味であの、えーと、ガチッとこうカリキュラム固まった教材を提供するのではなくて、えー、と部分部分で使用できるような教材をこう作っていくのが、 一つ重要かなというふうに思っています。で二番目がえっとどこの多分大学もそうなんですけど、教員あの教える人がいないとかっていう問題あります。あの教員育成支援する仕組みとしてえー、っと今あの産の力を利用するっていうふうなことをえー、っと考えています。で一つの策としてあの富山高専ですけどもあのビズリーチを活用してあの副業先生をえー、っと候補かけて。 それで採用して授業を実施、えっと、していただいています。で、これ、ものすごく学生にとっても効果的です。あの社会でのこう経験を実践的な教育に反映できるので、学生もまあ評判いいあのところです。あと、社会の流れで、えっと、実際どう AI を活用していくか、システム開発するかっていうふうなお話を実際生で聞けるところがものすごく大きいメリットになります。 でえっと、今、高専ではあの、まあえっと、AI に限らずですけどもあのこういう社会の流れで、えっと、じゃあこの社会の流れに合わせて高度なことを、えっと、高専教育に落とし込むときにやっぱり高専の中だけではやっぱり厳しい部分があるので産学連携で、えっと、いろいろ取り組もうというふうなことで、まあ、あの企業課題の解決スキームを提案してあの積極的な えっと3の方にご協力いただこう。っていう風なところを紹介しています。で、従来あの？企業との産学連携でいうと、まあ研究の部分が主だったんですけども。あの？こういう人材育成の部分でえっと光線側もあの教材とか人の派遣はありますけども、えっと企業側もまあ、あの社員育成とかそういったところに繋がるっていう,ふう。風な両方。と 双方にとってこう良い関係が築けるのではないかなというふうに考えて、こういうふうなスキームを提案して、あの産学連携を呼びかけています。じゃあ、えっと、実際、えっと、じゃあそういう産学連携で、えっと、どういったことをやってきたかとか、あどういうことをやっていこうかというところを、えっと、最後に紹介して終わりにしたいと思います。でえっと、カリキュラム構築とか教材開発の部分で、まあ、あの生成 AI 技術の演習講義。まあ 3コマ分ぐらい、3週分ぐらいの内容です。で、教材も作っていただいて、これ、自由に改変可能。で、各構成の事情に合わせて改変できるようなところ。で、全構成で利用可能なものにしていきます。で、例えば生成 AI とは何かっていう、生成 AI の技術の部分と、あと、結構ここも重要なんですけど、生成 AI を使用するときの注意点みたいなところ、情報流出の部分が今、結構大きな。 ところになりますで、まあ、2週目で、えーと、例えばサービスを使って、えーと、そのチャット g p t とかの使い方を習うとか、あと、まあ、実際参考までプロンプトエンジニアリングとか、あと、生成のアプリ開発の部分どうするかっていうところです。で、この部分でセキュアな AI サービス利用の防整備をしている部分になります。で、これは実際の部分になります。 えと例えば生成 AI を選ぶときの注意点あの、実際のこの講義していただいたんですけども、あの例えばあの、Apple、えー、と,とか Google ググの、えー、とアプリストアの部分で、無料でできる生成 AI っていうかチャットの部分を見せてもらって、じゃあ、どういうデータが。 取られてるねとか、そういった話を具体例を挙げてしていただいたりとか、あと実際あの文章生成の、まあ、技術の仕組みの部分とかをあの教えていただいて、まあえー、作ってる教材の中に入っています。あとはまあ、えー、と最初にお見せしたあのプロンプトとか、あとシステムメッセージで、まあえー、と例えばあの今、教育で、えー、と活用しようと思ってた時、えー、ときに、じゃあ 学校の教師ですっていうのをシステムメッセージ入れると、まあ正解を教えないように、あのチャットボットのこう、性格、えっ、ー、と、性質を変えれることができるっていうふうな体験ができるようなものを作っています。あと、まあ、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、AI 副業先生で、現役の AI エンジニアで、えっ、ー、と、LNM を開発してる、えっ、ー、と、エンジニアの方の講義になります。で、これ実際の、あの、 えーとサービスを利用っていうよりは実際の実プログラムでどう、えー、と AI を作っていくか。例えば、えー、とここにありますとり、自分の,さあの最初にお見せしたあの、えー、と AI の、えー、LLM のモデルを自分のところにダウンロードして、じゃあ、えー、と簡単なソフトを作ってみましょうというようなところの演習をやって、やったりしています。で、この方には、えー、と実はあの AI の開発プロセスというか、まあ、実際、えーと システム開発する部分でどういうプロセスを得なきゃいけないかとか、あの問題をどう細かく分割して考えるかみたいなところを教えていただいたりしています。で、結構学生が食いつくのは、あのディープラーニングコンテストの実例を挙げてあの、システム開発の目線でこういうふうに課題を分割して、じゃあここの部分はこう解決してるねみたいな実例を挙げて、ちょっとお見せできないんですけど、あの実例を挙げてあの説明していただいたりしています。 であとちょっとここはあの情報収集しなきゃいけない部分ですけども、あの他のところでも、えー、と例えば鈴鹿高専さんは、まあ x a と連携してあの生成 AI の授業を持っていただいたりとか、あとはこれ、えー、と札幌、なんて北海道地区が中心なんですけども、札幌 AI 道場というところで、えー、と高専生も含めてあの1週間、のえー、AI の部分とかビジネス活用の部分を、えー、と習うみたいなコース。 をえっ、ー、とやってたりします。はいえっとすみませんけど時間ちょっとオーバーしましたけどまあえっとこういうのを得てあのえっと高線では今あの実際だ AI リーダーの育成を進めています。あのまだまだこう三あの企業の方の力借りなきゃいけない部分もありますのであのぜひあの連携いたしましょうということであの私からこれ終わりにしたいと思います。<laughs> ありがとうございます。 ありがとうございました非常に興味深くそして全容がとてもよくわかりましたあのたくさんすでに質問が来てるんですけどまずちょっとお伺いしたいのがお話を伺っていてまとにかくのが時代の変化に合わせてあの迅速にカリキュラムなどを変更されてきていらっしゃるお姿 が分かってそれがすごいなという,ふうに思ったんですよねなんか教育分野って、まあ、なかなか変化が難しいと言われてる中で、まあ、もちろんあの後世の皆さんの横連携の強さであったりとか、まあ、特に IT 分野テクノロジー分野においては先生方がそもそもに、えー、技術的な所要が高いってことっていうのもあるとは思うんですけどやっぱり一方でその先生方のマインドを変えていくことっていうのっていうのは なかなか難しいんじゃないかなというふうに思うんですけど、なぜこんなに迅速に世の中の変化に合わせてカリキュラムを変更し、そして実装できているのか、そこはどういう点がポイントなのでしょうか。えっとです、ね、まああの一つにはえっと私自身の経験で言うと、やっぱりあのこういうプロジェクトを得て、あのさんの方とかいろんな団体の方と実際のお話しする機会が。うん あるっていうとこまああのいわゆる挨拶程度だと「高、まあ、先生あの期待してます」みたいな話だけで済むんですけども、うん、やっぱり実際のこう世の中の動きの速さとかあと企業の方の持ってるこう課題感とかそういったことをあの深くちょっとお付き合いするとお話できるのでそういうのを得るとやっぱりは早く動かなきゃ っていう部分が、うん、特にこの AI の部分は大きいですし正直あの3月にあのプレスリリースしましたけども、うんはい、そっからのこの3ヶ月4ヶ月でますますもっと速くなったような印象があっなのでもうちょっと速度を上げなきゃなっていうのが正直僕の感想ですけどやっぱり外との人とつながるのはやっぱり大きいと思います。 なるほど産学業界と密接にコラボレーションするからこそ見えるリアリティーっ,っていうのが教育現場においても大きな家族の、えー、一助になってるっていうことですよね。はい、ありがとうございます今そのリリース後さらに何か声がいろんな声が届いてるという話があったんですけど、まあ、産学連携で具体的に産業界からはどういう連携の希望の声っていうのが多いのでしょうか えっと、やっぱりあの人材あの、えっと、自分の業界にとってのこう人材をあの供給がやっぱり大きいです。うん、ただ、AI の部分にとっては、そこまで、えっと、業界団体とかっていうところはない,、うん、ないっていうかあの、もう個別の企業さんで動いてる部分はあるので、えっと、正直、この AI の部分にとっては、あの 一緒に教育したいっていう熱を持った方はものすごく多いです、企業の方は。で、あの、ビズリーチさんの,あの公募で、うん、えっと、実際採用するときに、こう、面接とか、あの、しましたけど、やっぱり、あの、高先生一緒に、こう、これからの産業をっと作っていく部分で、こう、うん、一緒に教育したいとか熱を持った方、ものすごく多くて、あの、セレクションに困るぐらいのところです。うんで 今もあの、えっと、去年から高校で実際授業して、あの、今年度もやっていただいてるんですけども、やっぱり、あの、本業の時間割いて、あの、結構の大変な、あの、教材作って、で、しかも、あの、生成愛の部分とか入れると、もう、去年使った教材ほとんど使えない状況になってたりするので、それでも、やっぱり自分の時間割いて、あの、教材作って授業を教えていただいてる熱は、やっぱり、 多分自分のところにはあんまりあのそういった人材のこうスカウトっていう意味では多分 AI の部分はなかなかないんですけどもやっぱり教育の熱みたいなものは僕自身は感じていますただ広く言うとやっぱりそこの人材、えっと、それぞれのこう業界とか団体とか企業さんのやっぱり人材の供給とかあのリクルートの部分は要請は多分大きい。 と思いますまあそこがやっぱり高専生をこう出て技術的にこう進んでいくっていうのがそこの業界とか産業をこう拡大していくとか推進していく上でも多分重要なところだと思うのでそういった面もあると思います。なるほどあありがととうございますあのえっと 今もともとで素晴らしい人材をこれまでたくさん輩出されてきていますけど今まで以上に注目が集まってきていてまさに今日お話しいただいたようなカリキュラムというのはこれからどのような業界に行くにあたっても必須な力として社会的に,そうに認知されるような状況になってくると高専を希望してくる生徒の,ですか、ね、あの質といいますか。 生徒が目指していることっていうのも変化があるのではないかって気がするんですけど入ってく入学してくる生徒たちの何か変化っていうのはありますかえっとちょっとこれ富山の事例になってしまうんですけども今までだと結構やっぱりロボットがやりたい作りたいっていう学生はやっぱり多かったんですよね。ただ今そこも変化あって 例えば、えっと、スマホとかアプリとかっていうところの開発がしたいとか、うん、あとセキュリティ、セキュリティ,、うん、リティ分野にどうしても進みたいっていう風な学生が入学してきたりとか、うん、あのなんか、いわゆる高専のこう、うん、ロボットみたいなイメージからちょっとシフトしてきてるところは感じますね。うん、例えば、オープンキャンパスとか、どこの高専もやられてると思うんですけども。うん 富山でもやっててやっぱり従来りこうロボットのコース入れるんですけども、うん、希望者がやっぱりちょっと年々減ってきて,て、うん、スマホとかアプリとかそういったところ部分が伸びてきたりとかっていうのはちょっと富山の事情としてはあります。うんうん なるほど逆に視聴者からこんな質問が来ていて高専で学ぶために生徒にはどんな資質能力が必要だと思われますかって質問なんですけどこれから高専を目指す子どもたちに中学校までの間にどんな力を育んできてもらいたいとこの新しいカリキュラムを執行していく上で思われているかについても教えていただければと思います。これあああののの実際山高でえっと富山高専で、えっとととそういうい中中学学学生生保護者とか中学生とか、はい、あとまあ、入学 した学生にもすぐに学生にもいるんですけど、えっと、特に AI の部分で言うと、えっと、実装の部分っても,もうある程度のところはもうできちゃう部分です。うん、なので何がやりたいかとかそういったところを強く思う気持ちっていうのはものすごく重要で,、うんうん、でまあ,あの要はそういう気持ちがあればあのそれを作ってくれる人は 構成中にもいますし仲間でグループで作ってもいいですし作るための技術的な部分はもういくらでもある、うん、あの僕が学生だった時に、うん、ニューラルネットとか AI 基礎になる部分はやっぱり自分でコードを書いて実装しないとできなかった部分が今もう高精度なあの AI とかダウンロードしてサンプルコードを動かすもの実装動いてしまうので。うんうん そういったところではやっぱり何がやりたいかとかどういったことをやりたいかっていう,こう熱を持った子がいればあのそれがあの勉強のモチベーションにもなりますしいわゆるこう高校の授業と違うのはやっぱり使うところを前提にした教育になってるのでどう,こうその技術あの知識を活用するかとかそういったところになるのでまあ あのいくらでもこうそういうモチベーションがあればいくらでも勉強をする道筋はあるかなとまあ要はあの受験勉強だけではなくて正解出すだけではなくてそのプロセスとかまあある意味正解分かった上でどうこう問題考えていくかとか問題解いていくかっていうところも構成の,の中の授業ではできるのでそこの熱ですよね何がやりたいかっていう熱が一番重要かなとは思っています。 そうですよね。技術を使って何をしたいかっていう意志の部分がより一層問われるということですよね。ありがとうございます。それからですね、あの今回の話っていうのはその AI を AI とか新しい技術っていうのをどう学ぶかって学習対象としての新しい技術って話が多かったんですけど、一方で先生やを使って学び方が変わるっていう特質面もあると思うんですよね。そういう意味でその高先生の方。 え子たちの学び方に生成 AI がどのように使われているのかってことに関してはどうでしょうか。そうですね。そこの部分がやっぱりあの使ってる学生は本当にもう行動書く部分から使っています。でなかなかやっぱり難しいあの教育として難しいのは成績評価の部分とかあとまあセキュリティの部分はもちろん。 あったりすするんですけどもまあ僕自身は、えー、と例えば、えー、と Google の出したあの、えー、とノートブック LM とかあと LANLM とかあの多分こ,この後サービスとして出てくると思うんですけどあの個別最適化した学習とかってもう,もうできつつあったりするので従来通りの教育とかあと評価とか そこら辺の部分は本当に変えていかないといけないかなっていうまあ要はあの極端な話で言うと学生個人個人であの自分に合った教育とかあと例えばえっと演習問題作るとかそういった部分って可能になってきてるので正直そこはちょっと答えとしては僕はまだ持ってないんですけど やっぱ、構成の教育とか従来通りの教育をしてると、ちょっとまずいかなっていう。うん <laughs> うそううですすよねありがとうございます、はい、今まさに高先生が生 s AI を使ってコーディングをしているって話がありましたけど私たちプログラミング教育を初等中等教育から必修化してほしいってことを長年訴えて実現してきた一人としてこれからのプログラグまさにプログラミングも生 s AI を使うとまたやり方も変わってくる日本のプログラミング教育高校生に入る前の子どもたちに あのプログラミング教育という意味でこれからどうしていくといいと思われるかってことについてもぜひご意見を伺えればと思います。あのプログラム言語は多分関係ないと思うんですよね。やっぱりそのえっ、ー、とプログラム的な構築とかあの問題をこう分割して細かく解いていくっていうふうなところが多分プログラムではすごく重要でなんかコーディングの方をフォーカス するととちょっとやっぱりちょっと違うかなっていうのは正直思っててやっぱりあの問題をこう分割して解いていくとかそういったところをプログラムの教育の中でまあその中でもちろんえっと小学生中学生だと実現して楽しいっていう自分がこうやったからこうなってあの例えばあのレースの,あのラインとレースとかよくあるやつだともう。 何秒でいけたとかっていう成功体験みたいな競争みたいな部分ももちろん大事なんですけどその根底にはやっぱり問題分割してじゃあどこ変えたからどうなったとかっていうところの思考みたいなところがやっぱりプログラム教育でやって重要になってくるとは思いますね、はい、ありがとうございます。 視聴者からの質問で先ほど何をしたいか何が作りたいかが大事という話がありましたが中学生から見える社会課題と現実はギャップがあると感じています育成事業で挙げられている企業課題地域課題とつなげる部分が重要と感じたのですがそこはどのように接続されていますか確かにいろんな課題が見える中で自分が取り組みたいことが見えてくる部分もあるかなと思います先ほども産業界と一緒にやることによって先生たちの意識も変わっていったって話もあるかなと思うんですけど あのー、子どもたち生徒たちにそこのなんだ意識を受けさせるための仕掛けとか仕組みみたいなことっていうのはあるのでしょうかあ,のある意味えっと子どもの自分のちょっと難しい話ですけど自分のこう人生を考えた上でやっぱり自分のやりたいとかっていうところとやっぱり高専で。 教えるべきところとかっていうのは、うん、あのできることとかギャップあってしかあのしょうがないと思うんですよね。うん、その中でえっとじゃあ。光線側教員側として寄り添う。部分としてはこういう夢を持ってるけど、うん、じゃあ噛み砕いてこういうのがあの光線でできる。例えば地域課題の解決の部分とか。連携の部分はそこを実現するためには。 こういうい部分要素としてこういう部分はなんか必要になってくるからここに役立つねみたいなつなぎ方をしてあげるのが多分重要だと思ってます。うん、で特に AI とかそこら辺の部分って実はもう教員と学生って結構フラットな関係だと思ってます。うん、あの一部部にははスキルは多分分学生のの方がもう完全に余ってる部分はあるあで、うんうん あのそこの学生の思いとかそこら辺をこうちょっとこう塞いでしまうとか制限してしまうような部分だけ気をつけてあとはまあ,あの自分の経験でそことの結びつきがどうなってるかっていうのを具体的なところをこう結びつけてあげる自分の思い学生の思いと、まあ、実際ちょっと,、えー、と高専とかで教員、えー、と提供できる部分のつなぎの部分をやっぱり教員がちょっと 見てあげる部分っていうのが大事になってるってあんま答えになってないですけど、大事になってくれるかなと思っていま,うございます。ありがとうございます。いっぱい質問が来ていて、まあなんか時間があと数分しかないので、最後に二問取り上げたいなと思うんですけど、一個目が二人の方から質問が来ている海外との連携の話なんですけど、海外の企業とか海外の 教育機関との連携はあるかもしくは予定されているかって質問がありましてそれとちょっと追加して私からも聞きたいのが海外から見てもこの構成の仕組みって非常に興味深いんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうすると海外からの問い合わせとか何かそうまさに連携申し込みみたいなこともあるんじゃないかと思うんですけどその何ですか現状と,、えー、とどういうあの海外からの注目のされ方があるかそれから今後の予定あたりを教えていただきたいなというのが1点目の質問です。 あの海外からの直接はまだない正直あの AI の部分についてはないですけどまあ海外本拠地で日本法人もある企業さんからちょっと連携しようちょっと具体名挙げれないですけど連携しようねっていうふうな話はあります。でまあそこはえっとそこ自身もえっと実は AI の教育プログラムを持っててここがえっと例えば光え線を いう仕組みして地域とでそこら辺は多分あの高線がこうぜ全国に展開できるっていうのを分かった上ででそこを高ハブにしてこう地域とのこう連携みたいなのを多分構想してるんではないかっていうふうに勝手に思ってるんですけどあのそういった連携の話はお話はあります。ただちょっと、うん、あの具体的に このスピード感で進むかっていうとなかなかやっぱりちょっと海外の企業さんだと難しい部分はやっぱりありますね。日本の法人に関して海外の本社に問い合わせててパスがあるとちょっとラグが生じてしまうのがやっぱりここの分野ではそこの数か月ってやっぱり大きくなってしまうかなっていうのは正直な印象です。ありりががととうございますそれなんか日日本本から世界ににより出て行ってくれると日本に 日本人として非常に誇らしくて嬉しいなと思う次第ですけども、2点目の最後の質問になりますが、えー、既にトップ AI 人材を育成するっていうのを掲げて、今回リリースをされたことを見て、私も問い合わせをさせていただいた次第なんですけども、 こんな質問が視聴者から来ていてい日本が AI 先進国になるために教育に何が必要だと思われますかって質問でして、まあ、高生のでのこれまでの,あの経験を踏まえて高専に限ることなく日本の教育全体にとってどういうことをすると日本が、まあ、デジタルセンなんて言われてますけど AI においてはそうならず AI 先進国になるために必要なことは何かということについてご意見伺えればと思います。あの 直接的な答えになってるかどうか分かんないですけど、うん、僕自身はあのやっぱり高専でのこう、えー、と教育を通じてあの学生一人一人が自分の価値が分かるエンジニアとか、うん、あのそういったことがあの分かる学生を育成したいなと思ってて、うん、結構あの高専生も含めて大,大学生もないやっぱりエンジニアの方ってやっぱり安く買い叩かれてるような気がして。<laughs> でそうすればあの自分の価値がどういうふうなものがあるかっていうところでまあ企業で活躍するのもそうだしフリーランスで活躍するのもそうだしっていうところのパスがいっぱいあると多分日本全体のところが上がっていくとは思うんですね。 どのぐらいの割合いるかどうかわかんないですけど、今、フリーランスでやっぱりちょっといろいろ、フリーランスといえども、例えば大企業に勤めて、1、2年で辞めて、自分のキャリアパス考えて、いろいろこう、動かれる方とか、このビズリーチの公募を通じて、いろいろこう、面談していく中で、やっぱり僕も気づいた部分はあるんですけども、やっぱりちょっと自分の価値をどうするかとか、そういったところを、 わかる。こう。エンジニアが出てくると。ものすごく意義かなっていう,う思っています。ありがとうございます。そしてそういうね。エンジニアがもうすごい。なんか、みんなが次の世代が憧れるようなロールモデルになってくれると、さらにそこを目指す方も増えていって盛り上がっていくのかなと思いました。はい はい。ではちょうどお時間になりましたので今日はこれでおしまいにしたいと思います。大変お忙しい中お昼の時間にした先生どうもありがとうございました、はい。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい。視聴者の皆様に最後来週降のご案内をしておしまいにしたいと思います。先生がしばらく続きますから来週以降も興味があるところでご参加いただければと思います。それでは改めまして石田先生そして視聴者の皆様本日もどうもありがとうございました。